い、こんにちは。まったりおじさんゲーマーでございます。今日はね、 PUBG モバイルをやっていきたいと思います。まあ、連日ね、東京オリンピックメダルラッシュが続いてますね。おじさんも負けないようにね、PUBG モバイル、やっていきたいと思います。なんだ、 Google には言わないんだけど、やっていきたいと思います。なんだなんだ、かわいこちゃんがいるけど大丈夫かな。よし、これで、スタートいきましょう。よろしくお願い申し上げます。重大なニュースが発表されたみたいですって書いてあるけど、久しぶりに PUBG モバイルやるんでね、何か変わったんでしょうかね。ちょっとマッチング時間かかるかな。どうでしょうか。なんだろう、重大なお知らせって。シーズンとか、あと、あ、よし、変わった変わった、画面変わりますよ。よろしくお願い申し上げます。さあ、とんかつ取れればいいんですけどね。どこまで生き残ることができるか。お、よし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 。じゃ操作確認しましょう。よし、 OK 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 OK。ありません。まあ、目指すはトップ10。いや、どんかつ、まあどんかつ難しいんでね、まあ、トップ10に入ればまあいいのかなというとこですかね。どうなんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。なんかマップが変わったの。何かオープニングかっこいいのがあったけど、なんかマップが変わったのかな。何がどうなったんだろうね。よし、行きましょう。もう本家の方の PUBG もトップ10なかなかいけないんですよね。なかなか、なかなかでございます。よし、もうジャンプ。なんか操作が出る。操作画面が表示されますけど、なんかシステムが変わったわけでも何でもないんだけどね。なんだろう、もう正面、正面に行きましょう。よし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 。他のプレイヤーさんに会わないように行きましょうか。よし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 。何か音がするよね。いるんだよね。よし、さてさて、どこに向かえばいいのかな。修正、とりあえずバックパック、バックパック、バックパック。音がする。足音。よし、やばかった。ヤバタン。よし、マップ。よし、もうあまり移動する必要ないかといって、隠れる場所がないんで
下に移動した方がいいんだけど、ここはコンテナ中性。どこにいる？いた。なんでここに来たの？ここに行ったか。952m。いた。気をつけましょう。いるな、まだ。まだいますよね。います。952。山を越えて下に降りていく。銃声聞こえないんで。なかなかおじさん勝てないからね。勝ちたいですよね。さあ、これが良かったかな。なんだ今の音。あ、いるね。正面、あ、葉っぱか。色が違ったから。よし。誰にも会わないように。起伏の激しいところ。よし、大丈夫。見え隠れしながら行きましょうか。中心点変わるからね。
と隠れようか。中心点はコロコロ変わるから、なんで来る？でも今のってどこにいた？変なボットだな。後ろからついてきていたのかな？んなわけねえよな。急に湧いて出たような感じだわね。嫌だな。どうしよう。ちょっとこの木で休憩。ああ、丸め。あ、丸めだ。ここは休憩できないから。よし。この角っこで少し休憩しよう。よっしゃ。さて、55、今ここだよね。ほんで中心点変わるからね、様子見ながら行きましょうか。ちょっとこのコンデンサーマイク感度がいいんでね、この周りの周囲の音を結構拾ってるんだけれど、多分動画の音声には雑音は入ってこないと思うんだけど、なんか嫌だな。ゲームの音とこれ、何やってんのかな。うん、まあいいか。なんだなんだ。53、空襲警報、レッドゾーン。今のところ気配も何もない。はい、ブルーゾーンが来るぞ。ショート、よし。突っ込んでくるからね。でもボットかな。構えもしないでスーッと突っ込んでくるってねえ、分かってるんだよね、ここにいるってことがね。ボットの行動いやらしいな。よし、4つ。なんかある？ない。スコープが欲しいよね。弾使いすぎってことかな。さあ49。ああしまいいわ。ここは大丈夫。屋内にいるから。レッドゾーン。あ、中心点変わったね。この付近ぐらい。
611メートルか。よし、終わったな。611メートルぐらいか。まだ大丈夫は大丈夫だよね。よっしゃ、まだいいよな。40メーター進んだ。43。さあ、トップ10に入りたいですね。ちょっと喉がおかしいな。よしよしよし。またこんな感じですね。でもすごいそうね。競泳女子の大橋選手、2冠、ね、200メートルメドレーも、個人メドレーも、ね、金ですからね。北島康介さん以来だそうです。でも日本女子では初めてじゃないですかね。すごいですね。日本女子競泳ではね。すごいですよね。まだ来ないな。僕はね、ずっと剣道をやってたんですよ。で、剣道はオリンピック種目にはなりません。多分これからもオリンピック種目には入っていかないと思います。まあ、剣道は世界選手権はあるんですけれど、以前ね、剣道もオリンピック種目に入れようと動いていたことがあったんですけど、多分これからもオリンピック種目に入ることはないと思います。結構ブラジルとかハワイとか、あとヨーロッパ、ポーランド、ドイツあたりが強いんですよね。まあ、日本の、指導者が、優秀な指導者がね、海外の、ナショナルチームの監督になってやってるところ結構あるんでね、世界選手権なんか面白いんですけどね、オリンピックになればいいんだけどな、オリンピック種目にならないだろうな。なんでならないのか、理由はいろいろあるんですけどね。一番大きいのがね、韓国。あ、来た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 。通り過ぎた。韓国の影響なんですよね。剣道の発祥地は韓国だって言ってるからね。あれもどうしようもないです。よし。何でもかんでも、発祥地だって言うんですよね、韓国はね。だめですよね、日本の真似ばっかりやってるんで。ああいった連中が国際社会で声を出してなんだかんだ言うんでね、だめですよね。お、変わった。また山の向こう側かよ。怒ってもしょうがないんで移動するしかないっす。
多分何もないだろう。あ、スコープがあった。スコープ、よし。よし、行こう。山を越えて行こうよ。これはちょっと回っていかないといけないね。ラララドゥトゥルドゥト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 ゥ。ちょ、喉がおかしいな。お、22。もう今日一発でトップ10に入るかな。一発でトップ10に入ったらもうゲームは終わりです。いけないんだよな。こっち行けるか。いけないよな。いけないな。ぐるっと回っていきましょう。何の音？トントンって言うんだけど、何だろう。あ、もういけるか。ちょっとやばいかな。よし、 OKOK。 よし、この近辺って出てるけれど、え？何もないよな。何もねえんだけど、とりあえずあそこに行こう。みんなこっちに来るんだよね。20、あと10人でトップ10達成だ。おじさん頑張れ。と家に入ったらズドーンって撃たれるんですよね。気をつけないと。いやー、ここ丸めえだ。よし、なんか楽勝今回は。あ、また場所変わった。また変わったな。また向こうに行ったんかよ。移動しよう。もうやめてくれるだな。やはり山が好きなんだ。敵に見つかりそうな場所なんだよな。岩。またムックみたいな人がいるんですよね。迷彩服を着た。ガチャピンムックのムックですよ。緑の服を着た。よし、8。おめでとうございます。第一戦でトップ10に入りました。ということはこのゲームで今日は終わりです。よし、ちょっとね、また山に行かないといけないから。
登ってどっかの岩陰で休憩しよう。こんな急な勾配も登っていけるんですね。高野行動やったかな。登っていけませんって言って落ちて死んだということがあるんだけどね。それ以降高野行動はやっていないんですけどね。ちょっと待って、足音。なんで？またいる。やられた。いたんだよねー。いたの分かったんだよね。足跡マークがあったから。まあいいです。やった。一発目でトップ10に入ったんで、相手のマッチを観戦しようか。ここで私得られました。みんな山に来るんだよね。だからね。さあ残り5人ですね。さあこの人が残るのかな、どうなのかな。ピンクちゃん、あ、結構死んでる。お、なんか降りてきた。救援物資。さあ、このピンクちゃんが残るかな。まあ、上からの見晴らしはいいんだけれど、下から狙うよりも上から狙った方がいいんですよね、当然ね。いやー、ちょっとね、あそこ撃たなければ撃たれたんだけれど、もう一人いたんだよな。さあ、どうする、どうする。あ、伏せるね。はい、スコープ。あそこに来る人を狙うか。いいですね。いや、もっと前だろ。いないいない。いた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 。いや、止まったところを撃て。いやいや、まだ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 。よし、外れ。ほら、隠れたじゃん。もう分かったぞ、多分向こうも。いや、来てるよ、後ろから。いや、あれ、待ち時間長いね、構えてから撃つまでの。まだいるよ。いるけど分かったはず、こっち側の様子もね。動けないか、あそこから。ああ、見えてる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 。どっちが不利かな。あ、ダメダメ。スコープじゃないよね。何してるお前。ほら、来た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 。ほら、ここ狙ってるよ。向こうに一人、この一人、あと二人どこ。ほら、来た来た。あと、どこにいるんだろう、あと二人は。でも場所変わってるからね。向こうも移動しないとやばいってことだよな。あ、銃声。あ、向こうでやってるんだ。お三人。ということどっちが。おおおお。
痛い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 。よし。なんか今言ってたよね。構えて打つまでの時間が。あ、変わったのかな。え、そっちにないやろ。ああ、そういうことか。中心点変わってるからね。いや、丸見えじゃん。丸見えじゃん、今の。ボットわかりませんけれど、はい、トップ10に入りました。もっと頑張りましょう。だって、おじさん、これ以上頑張れません。あの状況じゃね、頑張れませんよね。このマッチのゲーム体験、どうでしたか？ゲーム体験。トップ10に入ったんで、まあ、4ポイント。なんだなんだこれ、ゲーム評価、ナイスプレイ、よし、評価成功。なんか変わったの。へえ、なんか変わったんですね。評価システムが入ってるのか。面白い。 SS プラス面白いな。はい、ということで、トップ10に入るまで終われませんみたいなことやってましたけれど、お、物資を解放する、いただきます。はい、なんと、一発目で、トップ10に入りましたんで、今日の、ゲーム実況は、この付近で終わりにしたいと思います。なんかね、可愛い子ちゃんがいるんだけど、これなんだろう。また後でゆっくりと、見ていきたいと思いましょうかね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まったりおじさんゲーマーでした。チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。